赤眼、赤毛の異常か。ええ、すでに一家には連絡しました。ま、何者かは知らないけど、どう考えても普通じゃないよね。あんな異常な戦闘力を隠そうともしてないんだから。問題はそこだな。テロリストや両兵だった場合、自分の戦闘力は隠すはずだ。いくらクロスベルに連中を直接取り締まれる法律がなくてもな。ですよね。ヘイユエや帝国政府も不穏な動きを見せていますし、ルバーチ消滅後の揺れ戻しが水面下で始まったみたいですね。水面下というにはちょっと露骨すぎるみたいだな。今月末には通商会議がある。お前らも相当忙しくなるだろう。ええ、心得ています。とりあえずあの男の素性は確かめる必要がありそうだな。そうね。どこに滞在しているのかしら。いい仕上がりだな。課長、これってもしかしてこの動力車のための？ああ、スロープ化と駐車スペースの増設工事だ。予算は一応警察本部から分取ってきた。へえ、いいですね。あれだけのスペースがあれば整備とかもできそうですし。動力車のある生活か、なかなか潤いがありそうだね。キーヤが飛び上がって喜びそうだな。うわー、何これ、綺麗な車。やあ、リュウにアンリ。また会ったわね。すっげー、こんな車見たことない。もしかしてこれ兄ちゃんたちが買った？そんなわけないって。でも一応支援課で使えることになったんだ。本当ですか？兄ちゃんたち、いつの間にそんな出世したんだよ。いや、別に出世したわけじゃないんだけど。そういえば今日はキーヤと一緒じゃないのか？ひょっとしてももちゃんと一緒かしら。いや、わかんねえけど、日曜学校から一緒に戻ってきたわけじゃねえし。え、そうなのか。キーヤちゃん、マーブル先生に用事があるって残ったんです。ひょっとしたらまだ大聖堂にいるのかも。そうなのか。どうしたのかしら。やれやれ、相変わらず過保護だね。よっぽどキーヤちゃんが可愛くて仕方ないんですね。いや、そんなことはないと思うけど。ええ、保護者として常識の範囲よ。そんなに心配なら大聖堂に迎えに行ったらどうだ。せっかく足もあることだしな。あ、それもそうですね。ノエルさん、お願いできる？ええ、お安い御用です。リュウ、おじさんに早く帰ってこいって言われてたんじゃないの？うが、そうだった。今日は珍しく姉ちゃんが帰ってるんだよな。だったら早く帰ってやらなくっちゃな。また今度二人とも乗せるからさ。絶対だからな。それじゃあ僕たちこれで失礼します。気をつけて帰ってね。
よし、そんじゃとっとと行ってこい。俺は一足先に戻るからな。はい、了解しました。それでは行ってきます。それじゃあ大聖堂に向かいましょうか。ここからだと中央広場から歓楽街方面に抜けますね。わかった、お願いするよ。キーヤが驚く顔が目に浮かぶなあの子、動力者が大好きだものね。やれやれ、ほんと親バカだな。さてと、キヤはまだいるのかな。とにかく日曜学校の教室に行ってみましょう。やれやれ、まさか教会に僕が来ることになるなんてね。和治君って礼拝とか全然行ってなさそうだもんね。別にエイドスは嫌いじゃないけど、昔から教会の空気は苦手でね。こうむずがゆくなってこないかい。宗教がかった不良グループを率いてたくせによく言うな。よく喧嘩で聖戦とか言ってなかったかしらあれはどちらかというとアッパスの趣味なんだけど。あの、え、あら、突然すみません。クロスベル大聖堂というのはこちらでよろしいのでしょうか。ああ、はい、そうですけど。大きなトランクだな。リースさん、エリーさん、どうもお久しぶりです。そういえばクロスベルの出身とおっしゃっていましたね。ええ、まさかリースさんとこんな場所で再会できるなんて。エリーの知り合いなのか。私が各地に留学していたのは話したと思うけど、2年前アルテリア報告に留学した時にお世話になったの。アルテリア報告。へえ、確か七王教会の本拠地がある場所だったかな。ええ、その通りです。はじめまして、リース・アルジェントです。この度クロスベル大聖堂に赴任することになりました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そうですか、リースさんがクロスベル大聖堂へ。あら、でも確かリースさんって。エリーさん、一つお願いがあります。私の身分は他言無用にしていただけませんか。あ、やっぱりそうですよね。その、何か事情があって赴任を。ええ、いずれエリーさんには詳しいことをお話しします。クロスベルの状況についてお聞きしたいこともありますし。わかりました。
エリ。何でもないな。着任の挨拶があるので私はこれで失礼します。そういえば皆さんも大聖堂へ用事が？知り合いの子を迎えに来たんです。多分日曜学校の教室にいると思うんですけど。そうですか。それではまた。何か独特の雰囲気を持ったシスターさんだったな。すごく落ち着いていたけど、俺たちよりも年上なのか？私の一つ上だったから19歳のはずよ。アルテリアに滞在していた時にたまたま知り合っていろいろと美味しいお店に連れて行ってくれたわ。美味しいお店ですか？ええ、ああ見えて食べることが大好きな人なの。クロスベルに来たんだったらいい店を紹介しなくちゃ。さぞかし紹介しがいがありそうですね。おわじ、どうした？じっと見つめたりした？いや、面白い気配をまとったお姉さんだと思ってね。あ、面白い気配？確かにシスターだけあって清らかな感じはしたけど。いや、どちらかというとただものじゃない雰囲気かな。どうやら誰かさんは何か知っているみたいだけど。何のことかしら。まあいいや、そろそろ日が暮れる。早くキーヤを迎えに行こう。そうね。マジく鋭すぎるわ。Thank you.
あれ？どうしたの？いや、まだ授業をやってるみたいだけど。ここら式がこうなってこうなるから、はい、答えは512平方セルジュです。おー、はい、正解です。式の展開がユニークでしたけど、今自分で考えたのですか？こっちのやり方の方がなんとなく気持ちよかったから。キーは間違ってた？いえいえ、とても素晴らしい解法でした。皆さん、公式というのはあくまで正解を導き出すための指針の一つでしかありません。時には工夫して楽しみながら問題に挑戦してみてください。はい。あれって日曜学校の年長クラスの授業よね。キーヤちゃんすごい。あの問題、私だったら結構手こずりそうですけど。いわゆる中等数学だね。なかなか見事な解法じゃないか。ああ、さすがはうちのキーヤだよな。そうね、キーヤちゃんならあのくらいできても。じゃなくって、やれやれ、少しは落ち着きなよ。とりあえず授業が終わるのを待ちましょう。キア？あら、あなたたち。あれれ、みんなどうしたの？いや、キーヤが遅いから迎えに来たんだけど。それよりキーヤちゃん、どうして年長クラスの授業を？ひょっとしてロイドたちに事情を話していないのですか？察するに彼女の学力はかなり高いみたいだね。年長クラスの授業についていけるくらいに。ええ、本人の希望もあって、少し前から年長クラスといっても数学などの。そうだったんです。まさかキーヤちゃんがここまで。ダマキーヤ、まだ子供なのに。キーヤが興味あるんだったら。そうね、知的好奇心は。私も本当。ただし、リュウたちと一緒の授業、日曜学校で得られるのはな。ママに分からないところを教えて。そっ、キーヤちゃん本当に。おかげで私も年長クラスへの参加は私も見ていますから。ええ、もちろん。よろしくお願いします。話がまとまったようで何より。それじゃあ日が暮れる前にとっとと支援課に戻ろうか。ああ、そうしよう、マーブル先生。それでは失礼します。どうもお疲れ様でした。先生、さようなら。さようなら。気をつけて帰るのですよ。これは確かに喜んでもらえそうだね。ん？どうしたの？キーヤ、聞いて驚け。何を隠そう、この車は俺たちが乗ってきたんだよ。本当？
けたとか？キーヤ、いつの間にそんな知識を。まあクロスベルにいれば聞くことも多いでしょうし。キーヤちゃん、この車はお仕事用に支給されたものなの。だから正確には私たちのものじゃないわ。へえ、そうなんだ。でもいい顔してる。すごくかっこいいね。そうか。キーヤちゃん、わかってるみたいだね。早速乗ってみる？うん、乗りたい。大喜びだな。ああ、せっかくだから別のルートで帰らないか。僕としては港湾区を通って東通りに抜けてみたいかな。あら、いいかもしれないわね。よし、そのコースで支援課に帰ろうか。ノエル、お願いできるか？ええ、お安いご用です。それじゃあレッツゴふう、広い市内も車を使えばあっという間か。なかなか悪くないね。楽しかった。同じ街なのに違った感じに見えた。確かにそうね。まるで街明かりの中を泳いでいるみたいな気分だったわ。これからは遠出するときはこれに頼ることになりそうだな。ええ、耐久性も高そうですし、いろいろな場所に行けそうですね。おじさまには感謝しないと。そうだな、そろそろ戻ってくると。おっと、ちょうど戻ってきやがった。ただいま帰りました。中ですか？いや、もう問題ない。ソーラ、とっととそこの端末を起動してみろ。はい。警察本部から連絡が入っているんですか？起動すればわかる。ほら、新人どもとキーヤもこっちに来い。はい。何かあるみたいだね。一体どうして？ひょっとしてクロスベルに帰ってきているのか？いえ、まだレマンジ地州のエプスタイン財団の研究所にいます。予定よりも帰るのが少し遅くなりそうなので、わがままを言って回線を使わせてもらいました。そっか。ティオちゃん、顔を見られて嬉しいわ。あら、でも動力ネットって自治州外のネットワークにはつなげられないんじゃ。はい、本来なら有線でつながないと膨大な情報量を処理できません。ですが今、財団と IBC との間で遠隔接続の実験が進められています。まあ、強力な無線ブースターがレマン自治州とクロスベル自治州の間に10機ほど設置されているんですが、それで一応映像と音声もこうして送れているわけです。そうだったの。技術の進歩はすごいんだな。ねえねえティオ、
遅くなるって言ってたけど、いつ帰ってくるの？月末か、来月の初めにはそちらに戻れると思います。それまでの間はこの通信で貯めたキーヤ分でしのがせてもらおうかと。だからキーヤ、もっとよく顔を見せてください。うん、ほらほら、サイトもティオに顔を見せてあげて。お？ええ、大丈夫、元気でやってますから。動力ネットにはこんな恩恵もあるのね。そういえばロンデンさんもまだ戻ってないそうですが、ノエルさんとワジさんはもう参加したみたいですね。ああ、ちょうど今日から仕事を始めてもらってるんだ。ティオちゃん、お久しぶり。やあ、お邪魔させてもらってるよ。お二人ともお久しぶりです。それにしてもノエルさんが出向してきたのは納得ですが、ワジさんがそこにいるのはちょっと不思議な光景ですね。僕もそう思うよ。もう笑い事じゃないでしょ。まあ当面はなんとかこのメンツでやっていくよ。だけどティオ、早く戻ってきてくれよな。ええ、ティオちゃんがいないと本当の支援家じゃないものね。では早めに戻れるよう私の方も頑張ってみます。本当はヨナもこの通信に呼ぼうと思ったんですけど、徹夜続きだったみたいでコールしても起きてこなくて。そうか、あいつも頑張ってるみたいだな。ま、財団に与えた損害を取り戻しているらしいからな。あんまり無理をしないように気を配ってあげて。もちろんティオちゃんも無理はしないようにね。はい、わかりました。お、はあ、あ、すみません、そろそろ時間みたいです。無理を言って実験用の回線を使わせてもらっているので。そっか、もっと話していたいのに残念ね。ま、また機会はあるだろう。ティオ、そちらの予定がついたらまた連絡してくれ。了解しました。じゃあな、ティオ、体には気をつけてくれ。よかったらまた連絡してちょうだい。ティオちゃん、元気でね。アディオス、良い夜を。またね、ティオ。ええ、それではまた。おやすみなさい。消えちゃった。ああ、なんだか顔を見たらますます会いたくなったわね。青春だね。支援家って本当に仲がいいんですね。最初は縁もゆかりもない関係だったんだけどね。そうだ課長、遅くなってすみませんでした。ま、いいだろう。今日の報告については後で聞かせてもらうとして、晩飯はどうなってるんだ？そうだ、忘れてた。そういえばこのメンバーでまだ当番は決めてなかったわね。そっか、特務支援課って食事が当番制なんですよね。なんだ、そうなのか。ちょっとめんどくさいね。ワジも支援課に入ったからにはちゃんと分担してもらうからな。新しい料理手帳も手に入れたし、苦手だったら教えるからさ。それは嬉しいけど、僕そこそこ料理はできるよ。面倒だからアッパスあたりに作ってもらうことが多かったけど。えい、だったら文句を言うんじゃない。まあ今日のところはみんなで手分けしましょうか。それじゃあ手っ取り早く作れるものが良さそうですね。キーヤも手伝う。やれやれ、一服しながら待つとするか。おう、
今日は雨か。そういえば雑誌の週間予報に書いてあったような。もしかして、キーヤ、また入り込んできたのか。最近あんまりなかったけど、どうしたのかな。おいひひ、しずく、こっちだよ。しずくちゃんと遊んでる夢みたいだな。まだ明け方だし、もう少し俺も眠るか。 DG 教団の巫女、500年前の時代の出身か。教団の残党がいなくなって、危険が及ぶこともなくなった。もう家族も残っていない以上、下手に記憶を取り戻さない方がいいかもしれないけど。今はクロスベルの治安を守ることに専念しよう。この子たちが安心して暮らせる毎日を守るためにも。どうやら今日は一日小雨が降り続くみたいだな。夜にはちょいと荒れるらしい。そうですか。動力者が支給されたから、一通り郊外も回ってみようかと思ったんですが。まあ、ドライブ日和って感じじゃないのは確かだね。残念です。ところで、昨日私たちが街道で遭遇した人についてはまだ続報はないんですよね。ああ、一家でもまだ確認できていないようだ。サウといい、レクターってやつといい、一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。ええ、昨日会った男はそれ以上に危険な雰囲気をまとっていました。落ち着いているけど、得体の知れない凶暴さをにじませているというか。確かに虎みたいな雰囲気がありましたね。その気になればあっという間に襲われて食べられちゃいそうな。ゾッとしない例えだけど、確かにそんな雰囲気だったわね。テロリストか両兵、どちらも考えられそうだけど。うん、となると旧市街あたりで情報収集するといいかもね。ナインバリの女主人とかいろいろ知ってそうな気もするし。交換屋のアシュリーさんか。元武器商人で裏の世界にもいろいろ詳しいみたいだけど。確かにそういう意味では訪ねてみる価値はありそうね。ま、せいぜい頑張れ。ただお前たちがあくまで支援家だってことは忘れるな。傍聴方面に気を張りすぎてると本来の役割を見失うぞ。わかりました。とりあえず端末で支援要請をチェックしよう。ええ、わかったわ。それでは報告を受けたまわります。わわ、大変でしたね。わわ、大変でしたね。
ね。おめでとうございます。さすが皆さんです。特典の品もすぐに。お疲れ様でした。出ている緊急要請は全てクロスペル市内だな。この程度の数だったら一通り片付けても良さそうだ。財団の依頼もティオちゃんが関係しているかもしれないし、モモちゃんの依頼もできれば聞いてあげたいわね。では緊急要請を片付けながら旧市街の交換屋を訪ねるんですね。なあ、そうしよう。ま、雨も降っていることだし、ぼちぼちやっていこうか。
さてと、ロバーツ主任からの依頼が入っていたな。ええ、早速受付のランフィーさんに取り次いでもらいましょうか。おや、諸君は。ディーター市長、それにマリアベルさん。今日はIBC の方にいらしていたんですね。ああ、銀行での仕事が随分溜まっていたのでね、ベルに手伝ってもらいつつ、ついさっき一通りの仕事を済ませてきたところなのだよ。皆さん、こうして顔を突き合わせるのもなんだか久しぶりですわね。エリーも元気にしていたかしら。おかげさまで先日支援課も再始動したところよ。どれどれ。ちょっとベル、健康状態は良好のようですわね。この柔らかく温かな感触、死体の下に確かに感じるしなやかな筋肉の手応え、たまりませんわ。いかがわしい言い方をしないでちょうだい。ところでロイドさん、私に何の断りもなくエリーにちょっかいを出してませんわね。あっていきなりそれですか。ロイドさんは危険人物ですし、定期チェックは当然のことですわ。もしそのような行動を取ったことが発覚した場合、分かっていますわね。警戒されてるね。もうベルったら。やれやれベル、せっかく久しぶりに会ったのだから、もう少し自重したまえ。改めて久しぶりだね諸君。新メンバーのノエル君とワジ君も馴染んでいるようで何よりだ。特務支援課の再始動、この場を借りて祝わせていただこう。
その説はどうも。支援課への推薦の件、改めて礼を言わせてもらうよ。動力者の支給の件もありがとうございました。あんな素敵な動力車を運転できるなんて夢みたいですよ。君たちの役に立てたなら幸いだ。私も新市長となった甲斐があったというものだ。市長と IBC 総裁、この2つを両立させるのはなかなか難儀だね。まあ、お父様の場合お忙しいのはほとんどご自分のせいでしょうけど、何でもかんでも引き受けてきて手伝わされるこちらの身にもなってほしいものですよ。すまないベル、クロスベルのためを思うと手の抜きどころがわからなくてね。ついつい身の丈以上の仕事を引き受けてしまいがちなのだよ。おじい様もおじ様のバイタリティには感心していらっしゃるみたいです。彼のような若い政治家こそ今のクロスベルに必要なのだと、よく嬉しそうにおっしゃっていますよ。大先輩のマクダイル議長にそう言われると照れてしまうな。とはいえ私も政治家としてはまだまだ駆け出しの若造だ。まだまだいろいろと勉強させてもらわなくてはね。まあお父様、そろそろ新市長ビルの方で打ち合わせのお時間ですわ。おっと、そうだったか。それでは諸君、私はこれで失礼させていただくとしよう。すみません、なんだかお引き止めしてしまって。いやいや、そんなことはないさ。おかげでリラックスできたよ。何か困ったことがあったらいつでも言ってくれたまえ。他ならぬ君たちのためなら惜しみなく助力させてもらうよ。ありがとうございます。おじさまもベルもお体にだけは気をつけてください。ありがとう、ベリー。それでは失礼させていただきますわね。お疲れ様でした。やっぱり相当忙しいみたいだな。月末の通商会にも迫っているし、分刻みのスケジュールなのは間違いないと思うわ。昨日の動力者といい、僕らのためにいろいろと手を回してくれてるみたいだしね。ああ、忙しすぎて体を壊さないよう気をつけてほしいけど、とにかく今はロバーツ主任の仕事を引き受けるとしようか。はい、受付の方に取り次いでいただきましょう。こんにちは、ランフィーさん。あら、ロイド様にエリー様、お久しぶりにございます。どうやらまた特務支援課のお仕事を再開されたようですね。ええ、おかげさまで。これからも改めてよろしくお願いしますね。ええ、もちろんですわ。それでは本日はどういったご用件でしょうか。エプスタイン財団のロバーツ主任に依頼された件なんですが。ああ、その件でしたら受けたまわっておりますわ。そうですわ。その前に以前支援課の皆様にお渡しした換金サービスに使うカードの有効期限が切れてしまいまして、新しくご用意いたしましたのでこちらをお受け取りくださいませ。このカードを以前のように受付にてご提示ください。通常より高い換金率でセピスをミラに変えさせていただきます。